はい、どうもランマックスです。今回ですけれども、琵琶湖毎日マラソンの動画を見ながら、僕の心境であったり、レースの作戦であったりを、要所要所、ポイントポイントで解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずスタート位置なんですけども、今回だいたい400人ぐらい出動してまして、今回スタートはゼッケン番号順にだいたい並んでいると。なので結構真ん中のあたり、なおかつトラックの内側の方ということで、とにかくスタートして転ばないことを意識、プラスペースがなかなか多分前が詰まっているので上がらないんですけども、焦らないってことを意識してスタートしています。で、ゼッケン番号僕は155番だったので、前にはだいたい100人ぐらいいる状況、プラス後ろの341番からハーフの持ちタイムが早い、人が後ろにいると、そういう波が後ろから来るかもしれないっていうのも考えながらスタートしています。今だいたい100メートル過ぎのところで実際に転んだ方もいて、なかなかこう密集というか足元がぶつかったらすぐ転んでしまうんじゃないかという怖いという思いで走っています。で、200メートル通過した時点でだいたい40秒ぐらいで通過しています。予定では37秒台ぐらいで、イーブンペースで行きたいというふうに思っていたんですけども、40秒と。なので、ちょっと焦る気持ちがあるんですけども、ここはとにかく転ばないこと、そして焦らないことを、意識しながら走っています。ただやっぱりどうしても前の差とか、トライバルの差を見たときに、結構僕はスタートがあんまりうまくいかなかったせいか、この位置取りで言うと結構後ろの方になっています。なのでこの、だいたい500メートルぐらいですね。ほんと早く前に行きたいという気持ちもあり、でも焦るなっていう気持ちもありで、ほんと長く感じた500メートルぐらいです。で、この500メートル過ぎて600メートルぐらいでそのトラックが出ることになるので、だいたいこう右側にこの後寄っていくんですけど、そうしたら前がだいぶ開けてきたので、徐々にですね、上げていこうと。で、ここで急にペースを上げてしまうと、体力のロスであったり、変にリズムが崩れてしまって、かえって良くないと思ったので、ここはじわじわ上がっていっているという状況です。で、周りにですね、知り合いが結構いたので、今がどの辺かなっていう位置とかも分かっていて、この絶景番号、紫色のユニフォームの198番ですね、が岩佐くんって言って、たまに朝練習一緒に練習してる仲間で、2週間前のハーフマラソンでは一緒に65分40秒ぐらいで一緒に走ってる仲間でした。まあ、この辺に一緒にいたってのも結構心強いというか、まだ悪い位置ではないなという感じで進んでいます。ただ僕の場合はまだここのペースでは物足りないので、もう少し前を追っているという状況です。やっぱロードに出ると、前がだいぶ空いていて、すんなり前の方に行けるというか、人を越すのは楽だなと。で、ここでさ、153番の斉拓さん、いつも練習している仲間を抜いて、で、右の方にですね、オレンジ色のユニフォーム、ゼッケン番号は158かな8の、モンデ君がいます。モンデ君が一番ライバル的存在だったので、まあこの辺でいいだろうと。で、ここで僕の中でのその一番注意するところが、福岡と、豊富の場合はペースメーカーの後ろにつくっていうことで、腹をくくってついていたので、何も考える必要がなかったんですけども、今回そのペースメーカーの後ろにつくんではなくて、3分8秒ぐらいの集団を自分で見つけて、その集団に引っ張ってもらわなきゃいけないというところで、ここでその誰の後ろにつくかによって、この後のレース展開の大きく変わるなというところで、この誰につくかっていう今選択をしているところなんですけど、ここがレースの中では今回一番大事なところだと思っています。で、かなり、50メートルぐらい前にだいたい3分ペースぐらいの大きい集団があって、そことはちょっと今離れている状況なので、1キロ通過さっき3分4秒ぐらいで、この辺りの誰かにつけば、3分5秒から3分10秒ぐらいに行くかなというところで今探している段階です。ここでもし間違って、ペース後ろにつくのを間違ってついてしまうと速くなってしまったり、逆に遅いペースにはまってしまって後半上げきれないとかっていうのもあるので、この1キロから2キロぐらい誰をペースメーカーに使うか、誰の後ろに使うかっていうのがかなり慎重に選びました。で、結果ですね、この342番の方、この人は多分警視庁の実業団の選手なんですけども、この人の後ろで228番の同じく警視庁のユニフォームだと思うんですけども、
この二人につくことにしました。まあ、その理由としては、まずこの342番の方、まあ、ゼッケン番号を見てわかるように、341番以降が、今回ハーフの持ちタイム、早い順になっていて、42番ってことは、ハーフの申し込んだ中ではかなり早い方と。で、この方が確か福岡の時に、先頭グループ、2分57秒の先頭グループにハーフまでついていって、まあ、後半ダメだったっていう方なんですけども、確か2分台ぐらいでは突っ込んで入れる選手なんですが、今回その3分ペースからも遅れて、自重して、スタートしていたので、もしかしたら3分5秒前後、もしくは8秒とかで刻んでくれるんじゃないのかなと。で、実力の持ち主なので、丁寧に刻んでくれるんじゃないのかなと思って、この2人につくことにしました。正直ですね、結果から言ってしまうと、ここのグループについたのは僕個人的にはもう大正解。もうこれ以上ないところにつかせてもらったなと思っています。ではこの後ですね、また次のポイントに飛びたいと思います。はい、次のポイントが、だいたいハーフのちょっと手前ぐらいからのところなんですが、だいたい16キロ過ぎからハーフ中間点のところまで基本的には向かい風でした。なのでペースがそれまで3分5秒前後だったのが、ここに来て10秒12秒とかかっています。ただ前半3分5秒ぐらいで貯金ができていたので、僕としては全然焦ることなく人の後ろにつかせてもらって、ペース的にも余裕があったので、この辺は結構余裕を持ってつかせてもらっています。で、最初についていたゼッケン番号342番の方はちょっと前の方に行ってしまったんですが、一緒にいた228番の選手にはずっとつかせてもらって、一度も前に出ることなくここまで来ています。で、ハーフの通過が65分54秒と、僕の予想通り、6分ぐらいで通過できればいいなというところで、予想通り通過することができました。ハーフでプラスマイナス6秒ってのはほぼほぼ誤差がないと、もう完璧なペースで、通過しているなというところで、やっぱ最初のですね、その誰につくかっていうところはこの時点でも間違ってはいなかったというふうに思っています。ただ折り返してからどうしても追い風になったというところで、21キロから、22キロの間がペースが上がりました。で、ハーフの通過65分54で、正直僕としては気持ち的にはもう体的にもなんですけども、余裕はありました。福岡とか、豊富が65分3秒とか、それ一桁ぐらい通過したのに対して50秒ぐらい遅いと。で、ペースも3分8秒とかが多かったので、そこまできつくなく余裕を持って、あ、これはいい感じで来ているなというふうに思っていたんですが、折り返してから急激にペースが上がってしまって、21から22の間が3分ちょうどまで上がっています。ここの上がりが僕の中ではちょっときつくて、せっかくハーフ通過が余裕持っていけたのにもかかわらず、ここで正直使い切るじゃないんですけども、一気にダメージが来てしまい、この後ですね、集団の後ろまでちょっと下がることになってしまいます。余裕があったらやっぱなるべく前の方にいた方が、何かしらのペースの上げ下げがあった時に敏感に反応ができるので、集団の中で、進められるんですけども、余裕がなくなってきて集団の後ろに下がってしまうと、何かをきっかけに離れてもおかしくないという状況になると。それぐらい僕の中ではこの1キロの3分っていうのがかなりきつく感じて、やっぱ追い風になったことによって先頭の方が余裕を持って引っ張れるということでペースが上がっていたと。結構きつかったですね、この辺ぐらいから、後ろに下がり始めるんですけども、やっぱここの3分がもし3分8とか3分5ぐらいで、進んでいれば、まあ、本当たらればの話ですけども、余裕を持って、いろいろこの後ですね、展開には考えられたんですけども、とにかく今つくので精一杯という状況になってしまいました。やっぱハーフでせっかく余裕を持ってきた貯金がこの1キロたった1キロで僕の中ではなくなってしまったという感覚があるので、なんかもったいないというか、もう少しうまくは対応できればベストの15分ではなくてその14分台っていうのも見えたのかなと。結構この1キロが僕の中でもターニングポイントというか、なってしまいました。はい、続いてのポイントなんですけども、27キロ過ぎで今ゼッケン番号154番の緑のユニフォーム、この方が、大橋選手で、僕は豊富読売マラソンで、一緒に走った友達です。で、豊富読売の時、まあ、同じく先頭集団についていて、タイム的には結局大橋選手には勝つことはできたんですけども、内容的に僕の方が先頭集団から早く遅れてしまい、大橋選手の方が先、ずっと先頭集団についていって、
たまたま大橋選手が遅れてきてくれたから、たまたま僕は勝てたという状況だったので、少しその辺で悔しい思いをしていたので、今回は同じ集団にいて、何が何でも先に僕が遅れるわけにはいかないというところで、今二人ともかなりきつい状況なんですが、僕は結構この時点で無理やりというか、最大出力を出して集団に追いつこう、もしくはこの54番の方についていこうという気持ちでいます。プラス今右に曲がったと思うんですが、右に曲がることによって向かい風、風向きが変わって向かい風に変わります。そうすることによってこのグループですねがペースが落ちるんじゃないのかなと、落ちてほしいなっていうぐらいの気持ちでいて、やっぱ一人で向かい風の中走るってのは正直効率的にも良くないと。だったら人の後ろについておいた方がいいと。なので多少きつくてもこの集団になんとかついていくと。それで向かい風になってこの集団のペースが落ちてくれたら僕の体力が回復することができてラッキーだなということで、今結構無理やり、スタミナのほとんど使ってもいいやっていう覚悟のもとついているという状況です。で、実際に27から28の1キロが3分1秒から2秒ぐらいとペース自体はすごい上がったんですけども、その後30キロぐらいに、上りがあって、まあ、上りをきっかけにではないんですけど、ペースが落ちて3分10秒以上かかることになりました。その結果、僕自身は、少し動きにも余裕ができて、体力も回復させることができて、この集団に34キロから5キロぐらいまでつくことができます。なので、予定通りなんとか35キロぐらいまではある程度のペースを保つことができました。で、大橋くんに関してはこの後遅れていって、どうしても単独走とか、向かい風の中単独走になってしまい、結果ゴールタイムは18分ぐらいかかっていたので、やっぱここは勝負の分かれ目、大橋くんとの勝負の分かれ目になったかなという、結構大事なポイントだと思います。はい、続いてのポイントが31キロから32キロの間に今飛びました。これまで3分17とか14で僕の中で回復をさせてもらっているんですけど、ここは3分9秒まで上がっていて、正直僕はこうこのグループからいつ離れてもおかしくないと、むしろ離れかけているという時に、目の前にですね72番の神野選手が来て、正直僕その名前のネームバリューというか、実力とかも分かっていたので、神野選手についていけばもしかしたら13分台とか、14分台ではいけるんじゃないのかなということで、ここで僕は後ろにつかせてもらって、このグループから正直離れようという判断をしました。正直これがですね、僕の中でこのレースの中ではその唯一ミスった部分、ミスを犯した部分です。で、神野選手についていったら、意外とペースが上がっていなかったというか、かなり落ちていたというところで、つくのをやめて、またこの前の集団、さっきついていた集団に今から追いかけようというところです。この瞬間ですね、やっぱその、神野選手の後ろにつくんではなくて、さっき言った集団のまま、つかせてもらって、なるべく風よけを使って、行けばよかったなと、神野選手につこうとしたことによって、あれちょっとペースがあんまり上がってないな、このままじゃまずい、前を追わなきゃいけない、この瞬間単独走になってしまい、向かい風の影響を受けているし、ペースも、無駄に上げることになってしまったので、せっかく今まで貯めてた3分14とか17かかっていて、少し回復させていた体力がここで失われてしまったかなと、唯一このレースで僕が判断ミスをしたポイントです。なのでですね、僕自身少しその30キロ以降きつくなってきて弱気になっていた部分が今の判断につながったかなと思うので、やっぱこの辺を今後、強気にいけるように練習で、裏付けをしていかなきゃいけないなと僕は思っています。はい、では最後のポイントで、今ラスト600メートルぐらい競技場に入るっていうところなんですけども、それまでですね35キロ以降その14分台っていうところを意識しながらラップを刻んでいて、3分20秒から25秒以内で持っていければ、14分台は見えているという状況だったんですが、やっぱ39キロ、40キロ、41キロと徐々にペースが落ちていき、41キロに3分35までかかってしまい、正直ですね、この時点で、まあ、14分台は出せないなと。で、気持ち的には出さなきゃいけないってことで言ってるつもりなんですけども、どうしても体がもう言うことを聞かなくなってしまい、まあ、画面を見てわかるようにかなりブレブレで、どうしようもないなという状況です。
少なくともですね、35キロぐらいまでは2時間13分台もしくは14分台を狙えるようなペースでいけてたっていうのは自信になるんですけども、36キロ地点でですね、一緒に練習している安藤くんに追いつかれて、その36から7のは3分20まで上がってるんですけども、ここが安藤くんに少しついた、抵抗した証拠でちょっと上がってはいます。でもその後離されてしまい、結果残り5キロで、約1分以上離されてしまいました。でハーフの通過を少し余裕を持って通過して後半勝負っていう予定ではいたんですけども、余裕を持って通過した割には結局後半も、維持することもできなくて、ホーフほど、ペースダウン、福岡ほどペースダウンはしなかったんですけども、やっぱりどうしても残り2キロ 2.195 キロが大幅にペースダウンしてしまいました。やっぱり40キロまでは25で、まあギリギリ、まあ落ちてはいるんですけど、ギリギリ最低ライン保ててるかな。でもその後41キロ3分35、ここはやっぱりまずいので、やっぱ今後ですね、こういうところを強化していく練習をしていかなきゃいけないと。で、正直ですね、このレースが終わった直後で2、3日した結果なんですけども、甲府や福岡で今までのマラソンの中で一番この琵琶湖が筋肉痛がひどかったです。で、治りも正直一番悪くてですね、今なおちょっとダメージがあるという状況なんですけども、なのである意味本当出し切った、今の実力を出し切った琵琶湖毎日マラソンだったのかなと。で、最後のレースで自分なりにベストも出せたので、まあそこは良かったのかなと思うんですけども、悔いの残るレース展開になってしまいました。はい、以上が、動画を見ながら僕の要所要所ポイントポイントの解説でした。やっぱり後半ですね、一番きついところで判断ミスをしてしまったっていうところは僕としてはちょっと悔いが残るんですけども、やっぱその判断ミスをしたとしても、やっぱ自分の中で14分台とか13分台を出すぐらいの実力を今後やっぱつけていかなきゃいけないと。そのためにやっぱ練習をしていくしかないっていうぐらいの気持ちで今後やっぱやって日々練習に取り組んでいきたいなと思っています。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。